今日はですね、最近ちょっと悩んでいることというテーマでお届けしたいと思います。えっと、悩みと言ってもですね、まあ別に深刻な悩みではなくてですね、あれこれってどうすんのが正解なんだっけなという程度のものです。ただ、えー、この悩みに関してはですね、僕だけじゃなくて、まあ多くの方と、えー、一緒に、これおそらく、えー、皆さん、 にも今後やってくる悩みなんじゃないかなと思っているので、多くの方と一緒に考えた方がいいテーマなんじゃないかなと思ってます。で、これ結論から言うと何かっていうとね、えっ、ー、と、個人でやることと会社の事業としてやることの線引きが、まあまあ難しくなってきたよねっていうところなんですけども、えっ、ー、と、僕は今ですね、チムニータウンっていう会社で働いているんですけども、仕事内容は多岐にわたるんですね。 で、少し厄介なのがですね、えっ、ー、と、僕が取り扱っているお仕事っていうのは、もともと趣味でやっていたものが、えー、成長して、仕事になっているっていうパターンが、まあ、少なくないんですね。例えば、このボイシーなんかもそうで、最初はですね、誰に頼まれるわけでもなくですね、なんか面白そうだから、1、2年ぐらい無償でやってて、ある時スポンサーがついて、えー、ある時プレミアムリスナーがついて、で、今は多分、どれぐらいだろう社員10人ぐらいの、えー、小さな会社ぐらいのですね、えっ、ー、と、売り上げが出ているんじゃないですかね。 で、僕はですね、このボイシーの売り上げをですね、全額会社に入れているんで、ま、これはまあ、あの、仕事と呼べるようになったと。で、実は YouTube のメンバーシップもオンラインサロンもそうですね、元々は誰から、えー、求められるわけもなくですね、なんか面白そうだなと思って始めたもので、今は、えー、仕事としてカウントされるぐらいに成長していると。 なんかこう、変わるんですね。どっかで趣味が仕事にガンって変わる瞬間があるんですね。で、今ガンガンやってるですね、街づくりなんか最いるもので、あんなの始めた理由はですね、面白そうだから以外の何者でもなくて、えー、仕事になりそうだからっていう理由で始めてないんですね。で、これに関してはですね、まだ仕事と呼べるものになってるの、ないのかもしれないですけども、ただ厄介なのは、えっ、ー、と、ブランディングの一つには確実になっていると。 ま要するに街づくりをやってる西野と街づくりをやっていない西野とではちょっと内容が変わってきますよね。若干フロントエンドになってる嫌いがあると。もちろんですね、フロントエンドと思ってやっているわけではなくて、これ本気で街づくりやってるんですよ。でも結果的にこれがフロントエンドになって、まあ要するに集客装置になって、えー、西野なんか面白そうなことやってるならどれどれちょっとボイシーでも聞いてみるかみたいなことに繋がっていってると。で、えっ、ー、と、皆さんの そうだな、趣味に置き換えて、えー、考えていただけるとスッと入ってくると思うんですけども、例えば、月曜日から金曜日まで働いてね、で、週末にカラオケに行ったとするじゃないですか。その時ですね、月金が仕事で週末のカラオケが趣味として、えー、綺麗に割り切れると思うんですけども、その趣味であるカラオケを本気でやってるうちに、なんか投げ銭とかされるようになってきて、仕事になってしまう感じですね。で、これって、あの、個人で働いていたら、動いていたらなんともないんですよ。 まあ、要するに副業みたいな割り切り方ができるので。でも、えー、僕、チームで動いてるんですね。その上で、えっ、ー、と、趣味としてカウントされるようなものが仕事になっちゃうケースが少なくない。ただ、趣味のまま終わるものも少なくないんです。この辺が厄介なんですよ。すべての趣味が仕事になるのであれば、最初からチムニータウンのスタッフさんに入ってもらうんですけども、すべての趣味が仕事になるわけじゃないですよね。 で、趣味っていうのは基本的にですね、経済合理性の外側にあるじゃないですか。つまり僕らはですね、バーベキューをするときやカラオケをするときって、売り上げを作らないですよね。それでいいと思ってる。それが前提になってる。そういった感じで、経済合理性を無視したからこそですね、へんてこなものが、えー、生まれるわけじゃないですか。仕事でもね、あのー、例えば、先行投資という言葉がありますが、それって、まだ売り上げが出ていないものですよね。 これは、いずれはですね、売り上げが出ることを期待していると。でも、趣味ってそこには分類されないですよね。カラオケやってる時に、いや、これまだ売り上げ出てねえなと思ってやってないじゃないですか。バーベキューやってる時に、いや、これまだ売り上げが出てねえな、みたいな。山登りしてる時に、いや、これまだ売り上げが出てねえなって思ってないじゃないですか。そこには分類されないですよね。これ先行投資じゃないですよね。で、基本的にはですね、趣味っていうものは、売り上げとかどうだっていいっすっていうものですよね。しかしながら、そういった、えー、売り上げを無視した偏愛が今、 いいろんななテクノロジーのおかげで仕事にっっていったりする。何何それって面白がってもらったりするいろんな人に見つかってしまったりするわけですね逆に言うとですね最初から仕事になるようなものってみんなが見たことあるアプローチばっかりでですね人が集まりにくくなっているここが難しいんですね映画を作るとか絵本を作るとか、えー、ミュージカルを作るとか歌舞伎を舞伎消えたって 歌舞伎を作るとなるとですね、それは明らかにですね、仕事か、あるいはですね、いずれ仕事になるようなものなので、最初からスタッフさんに入ってもらうんですけども、そうだな、変な家を建てるとか、それこそフットサルをやるとかって、これ仕事になるかどうかわかんないですよね。なんなら、あんまり仕事にしたくねえなっていう思いもあったりすると。でね、年末にですね、5日間ね、あの天才万博っていうフェスをやってるんですけども、あれにしたってですね、仕事にしようなんて思って始めてないんですよ。 趣味の延長で、す、え、べ、ー、て持ち出しで、変なことをやろうっていうことをやってるうちに、それを本気でやってるうちにですね、めちゃくちゃ人が集まる人気フェスになったの。あの、武道館でやってるサーカスっていう学校イベントしかり、もうとにかく、ただただ面白い学校イベントやりたいんだっていうだけでやってたんですよ。もう売り上げとかいらねえんだみたいな。基本的にもう赤でいいんだっていう前提でやってたんですよ。 でも今ですね、配信や投げ銭やその他もろもろの文化の誕生が相まってですね、そういった変なものが仕事になりやすくなったっていうか変なものこそ人々の熱気を生み仕事になりやすくなってきた。その時、チームで動く人間はどこからチームを絡めるのかというのが大きなテーマだなと思っております。